一応今年の抱負について話すけど、ちょっと広い話、広すぎる話と具体的にやっていく感じの2つを話していきたいなというわけで、2022年の抱負、何回もいろんなところで言っちゃってるし、去年も言ってたよな、一昨年も言ってた、何年前からか言っちゃってんだけど、一つはもうとりあえず世界進出をしたいと。日本が嫌いなわけじゃないし、まあずっと日本でね、日本生まれ日本育ちなんだけど、ただやっぱり島国の限界とか、やっぱ国で感じる得られるものの限界はちょいちょい感じてて、だからまあ世界進出はしたい、とりあえず世界進出したいが一個の大きな方の目標で、その半分で思う、そのちっちゃな目標で、じゃあ何やってこうって考えた結果、一日一回とかな、僕コツコツ苦手なんだよな言う前に自分で否定しちゃってるよ。一日一回とかコツコツ苦手だけど、英語で毎日の毎日なるべく、いやいいや、なるべく英語でつぶやく機会を増やそうと思って、そう、一応英検とかやってたんだけど、もうほとんど覚えてないんで、中学レベルの文法からやり直しつつ、あとはもうね Google 大先生を使って、一応フォロワーさんがちょいちょい海外の方いるんで、海外でもニュースになってたことがあるから、海外のもう人でもね、アダルトも見るから、見てくれてる人いるんで、英語でツイートをしてこうかなと思ってます。はい、なんでまあ2022年というか、もう今後のちょっと前から未来への抱負は世界進出をしたいという漠然としたことを思ってるけど、具体的にどう進んでいいかとか、そもそもコロナ禍でね、とりあえず海外に行くっていうことすら難しく今なってるんで、とりあえず海外に行くが難しいなら、とりあえず海外意識しようと思って、なのでちょっとこれから、もしよかったら僕のツイッター、インスタ見てください。英語が増えていくと思い、増えていきます、ここでね、増えていくと思いますなんて言うと大概やらないからね、増えていかせます